飛びとは、囲碁用語で、自分の石から一素地または二素字離れた位置に打つての、ことを言う。あまり離れすぎているものは、つながりとしての意味がないため、三素地以上の間がある、ものは普通は、飛びとは呼ばない。動詞型では、飛ぶ、または、飛ぶという。また、根拠を確保する目的で三線や四線で変に、平行に打った場合は、開きといい、飛びとは区別する。 石と石との間の交点を数えるときは間という、タニーを用いるので、白1を1剣飛び、白3を2剣飛びという。英語ではそれぞれ、1、ポイントジャンプ、2、ポイントジャンプ。このように、自分の石が攻められて中央に逃げる場合などに、飛びは最も多く打たれる。黒1のように、飛びながら相手の石につける手を、飛びつけと称する。白一のように、 相手の陣地内に侵入する低い飛びのことを特に飛び込みと称する。飛び込みとも多くは第二戦に打つ手のことを指す。寄せの手段として品質する。白1のように万端に向けての飛びを飛び下がりと呼ぶ。白1のように L 字型に曲がって飛ぶ手を飛び曲がりと称する。黒1の第一戦への飛びが手筋で墨の意が連絡できる。白 A なら黒 B。 1> 黒1で B に飛ぶと、白 C の跳ね出しで切れてしまう。ありがとうございます。